VR チャットやりたいと思います。あ、俺じゃね、俺が、そうです。これなんだ、これ座ってるけどさ、なんか乗ってる感じだね、乗り物に。こういう世界でこのゲートに入っていくわけ。じゃあちょホームに入りますね。はい、はい、お、はい、これがその VR チャットのホームって言われるところで、はい、次回以降はここからスタートすることになります。あ、もう直接ここなんだね。はい、うんうんうん、じゃあちょっとこっちの方に行ってみようか。はい、少し歩いてもらえるといろんなワールドが表示されてるので。そうか、あ、そっか、別に、あ、ちゃんと降りるね、こうやって。はい、へえ、ゆっくり行ってみよう。じゃあ、あ、すごいな、これ。この右に見えてるなんか楕円のポータルみたいなところが、はいはい、さっきと同じように違うワールドへの入り口になってます。ああ、こっからまたじゃあ別のところに移動するみたいな。はい。はあ。で、さっき諸崎さんが、うん、ちっちゃい犬を選択したんで、ちょっと視線が低くなってますね。あ、そういうことなの、これ。はい。なるほど、人じゃないから、こう、ワンワンで行ってるみたい。あ、手がワンワンってなってる。ほんとだ、犬になってんじゃん。これ初、はい、初だった。あ、そういうことか。で、こういうイメージなんだね。そうですね。だから低いのか。はい。はあ。あ、ナイトタイムとデイとかって選べるね。あ、そうですね。はい。なんだろう。そういう、なんかボタンみたいな機能もあって、押してみてもらって。これちょっと押してみようか。いい、下ですね。あ、ほんと、明るくなった。こういうワールドの中にも同じようなボタンがあって、はい、触ると時間帯変わったりとか。ああ、なるほど。はい。ちょっと見えないものが見えるようになったりとか、そういう遊びの要素も隠されたりとかしますね。はあ、なるほどな。これでも本当に歩いてる感じになるな。うん、あ、もうここはすり抜けられちゃうんだね。はい、物理を無視して貫通してます。じゃあ、まあ VR チャットの基本的なワールドとかっていうのはちょっと今体験してもらったと思うんですけど、うん、まだその VR チャットやるにあたって知っといた方がいいこととか、うん、まあそういったことがたくさんあって、うん、VR チャットは基本的に英語なんですけど、うん、その日本人向けに紹介してくれるワールドが一応有志の方によって作られていて、なるほど。そこに行って一通り触ってみますか。やってみましょうか。じゃあちょっとそっちに移動してみたいな。どうしたらいい？はい、うん、なんか。これが日本の人の向けの。あ、なんか人がいるよ。同じワールドで遊んでる別の人ですね。うわー、マジか。あ、ミュートしてもらっていいですか。あれ、ミュートなってない。あ、ミュートなった。はい、これで今までの声が入ってましたね。ワールドに。で、今みたいな事故を防ぐために、うん、このワールドでは日本語で解説をしてくれてて。なるほどね。はい、この番号の壁に沿って見ていくと、このワールドの背景とか、はあ、どういうことに気をつけて VR チャット遊んでね、みたいなことが。なるほど、丁寧にやってくれてんだ。はい。一人で見て回りたい人向け。そのワールドの中にはもちろん別の人もいて、うん、でそういう人がいる場合っていうのは、まあ、話しかけられたりとか話したりとか、まあ、そういうところが起きるので、うん、チュートリアル一人で見たいよっていう人は、うん、一人だけのワールドを作ることができるので。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうことを書かれてますね、うん、結構なんかこう8ビットな世界観だね。そうですね。この扉とかもなんかドラクエの1とか2とかの、はい、みたいな感じのね。ちょっとここ行ってみる。じゃあ、はい、行ってみましょう。ちょっとまっすぐ行っていいのかな、これで。はい、進めてきましたね。いよいよなんかドラクエのなんかワンツーぐらいの感じになってきたね、この書き方。はい、このワールドが、そのさっきも言った日本人向けっていうのがあって、うん、まあ排除するわけじゃないですけど、日本人かどうかを試すクイズが用されてて、あ、なるほど。今、はい、七六ということで九九を問われてますね。なるほどね。まあじゃあとりあえずこっちに行ってみますか。はい。でこれちょっとこっちに行ってみます。あ、はい、合ってましたね。あそこで弾かれてやばいからね、本当に。はい、次はこの丸に入る文字を入れろということで。とりあえずじゃあもうまっすぐどんどん正解していくか。はい。かきくけでしょ、だこっちだね。はい。と、はい、うことで晴れて3問正解したので、はい、日本人でしょうということで、日本人向けチュートリアルのワールドの、なるほど、はい、本編に入ることができました。でもいらっしゃるもんね、いろいろね。はい、ここに今映ってる方々は、うん、本当に今リアルタイムに遊んでる別の方です。ああ、なるほど。ああ、ちょっといろいろちょっと進んでみようかね。はい。あ、これはなんかさっき開いたランチパッドはね、もうなんか使い方が書いてあるのか。はい。まあ、ここのワールドに来る時点で、もう最初にちょっと操作慣れてもらってるかもしれないんですけど、うん、改めて日本語で、そのワールド移動するためにどうすればいいかとか。うん、なるほど。はい。書かれてますね、なんかさ、ちょっと今その高橋の説明の時にさ、はい、ちょっと声が聞こえてきてるんだけど、これは何？なるほど、
気づいちゃいましたか。なんか怖っとかと思ったんだけど、そのこれ VR ショットは、うん、あの距離に応じて声が減衰されているので、近づいたら声が聞こえるようになってるんですよね。なるほど。なので今奥の方で話している日本の方々ですかね、うん、の声が今近づけばより鮮明に聞こえるようになると思うので、うん、猫ちゃんに絡まれてますけどね、はい、僕なんか俺が映ってんじゃない？あ、映ってる映ってる。自分一人の世界っていうことじゃないっていうのがちょっと分かってきたね。そうですね。ここってみんなでなんか作っていきましょうみたいなことなんだね。